はいどうも、妖怪三国志クイントリオーズ今回もやっていきます。今回はね、ログインボーナス今日は小セーフだでしたね。今回はフェスガシャね、妖怪の方を回していきたいと思います。いつもはね、いつもつか例年の過去2年はね、私マカをゲットしてましたね、去年見たらね。ただ例年はそう過去のね、小生群マシンだけだったんだけど、今回はねエルゼメキアいるってことで、まあ次のイベント妖怪学園 Y なのかなっていう感じもするけどね。結構いいよねこの必殺技ね。ヒットポイント吸収、守りダウンと睡眠、全体打ち消し、そして全体お祓いという感じで、何これ無敵なのっていう感じがするんですけど、まあエルゼメキア、この後ゾディアライアになって、最後、ラント君と、あれになるけど、これ、強い、すごい盛りだくさんだね。なんか、私、プリチーに縁があるんで、しかも、俺の好きなうっすら影不気味アップがついてて、いやなんかもう、ブリッジはあれもいるしね、なんとかくんも、極欲譜か、極欲譜、七遊もいるしね、これ、いいね。氷が得意ということで、ね、まあ、吹雪姫イベントだから、まあ、ブリッジ、ポカポカ氷イベントなんでめっちゃあるからね、これめっちゃ使うようになるんじゃないかな、ということで、回していきましょう。まあただね、なんか絶対いるってわけじゃなくて、いたらかなり強くていいなっていう感じはあるかな。だから本当に、なんか三種の神器じゃないけどね、小生、キラコマ、あと誰だっけ、あの辺の絶対系ではないね。あとちょっとピックアップにしてほしいかね。0.046% って誰が当たるのって感じがするけどね。去年でもね、マカをゲットしました。まあ、1.5% にね、少しパワーアップされたので、まあね、これ何日間だっけ？8日間？8日間やってればゲットできる日もあるでしょうって感じがあるんですが、私まだ2021宝珠ゲットしないんだけど、やっていきたいと思います。ちなみにスゴロクはね、やっぱこれがね、所持がね、99個以上所持できるようになったんで、なんか後でいいやっていう、なんかね、なんか後でいいや精神がちょっとごめんなさい、出ちゃって、まだロボニャンがね、85個か、あと15個なんでね、本当は31日の大晦日にね、ゲット動画を出そうと思ってたのに、この低たらくひどいね。はい、ごめんなさい、行きましょう。スゴロクでもなんかいいね、超級しか周回してないけど、もうラッキーステージも今回出やすいね。私ちょっと痛恨のミスをしてしまったんだけど、なんか頭がおかしいね。ちゃんと指差し確認してないからいけないっていうのもあるんだけどね。ちょっと運を落としましょう。あー、小成功逃した。なんかもうめっちゃ再抽選してやっと出た小成功をなぜかミスしたっていう、なんかそんなことをやってしまいました。皆さんも気をつけましょう。チケットはね、今半額なんで、次のフェスガシャに取っとくのがいいのかなと思います。私はこのガシャ10連かな。エルゼメキア欲しいけどね。めちゃめちゃいいけどね。もういたら全てが解決しそうな。もうプリチヒット確認なりそうな感じだけど、どうなんでしょう。ピキン。あれ、赤玉だ。グミン。うわ、持ってなかったんだ。天下もそう、
天下無双ってどんな能力だったっけ。豪傑、この辺スカスカだな。まあ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 、どうすっかね。もう10連ぐらいやりたいようなやりたくないような、まあやんないかな。ただエルゼミキはいいよね。ゲットできた方おめでとうございます。早いしな、しかも揚力高えな。揚力ないだろう、なんかおかしくないこれ。吸収、守りダウン、睡眠、打ち消し、お払いって、これおかしくない。しかも取り付けは力全、敵全体の力揚力、まあダウンキーか、ダウンキーよくわかんねえけど、打ち消しお払いってあんた命中アップもあるしな、薄ら不気味もあるし、氷アップもあるしな。これはでもゲットされた方は突るんだろうな、超突するんだろうな。2105大辞典、揚力ババン、吹雪姫サンタ、ん？これ誰だ、ポカポカ。あれでもベスト10入ってこないの？これだな、きっと。多分これだね。主価が2102だから2105がここだね。なるほどね。2107だからな。まあ、吹雪姫サンタが2200なんだな。ということで、フェスガシャのやつってこうマスクされたままなんだな。はい。という感じで。ポンポカポカ誰だっけ、忘れちゃったな。はい、あ、つくよみかな、どうなんだろう。皆さんどうだったですかね、よろしければ教えてください。ちょっとね、520連ぐらい2日に分けてしてやろうかと思ったけど、なんかこう今年は群馬神のなんかガシャもなんか去年結局出たのここだけだったんだよね。これでもこれいいからな、毎日引いた方がいいんで、もう早速2日の日に引くの忘れちゃったんだけど、まあ2021宝珠を買って毎日だな。ただ去年と違って交換所にあれがないんだよね、エラベールがないので、 S ランクのエラベール、うん、だからゲットした人もね、両毛が足りなかったりリクソンが足りなかったり、私去年ここでインチキでね、リクソンゲットした。まあその後にね、リクソン結局2回ぐらい来たからあれだったんだけど、まあ18連はしないからな、8日間しかないしね。ちょっと8日間のうち1日逃しちゃったからな、ピンチですね。7日間でギリギリ出る、7日間で70連、 1.5% だから7535だから70連でやっと 105% になるな。どうしよっかな、なんか普通に使わずに貯めとくか、どうしますかね。でもこれいいな、3秒お払い、うん、10秒打ち消しお払い欲しい。そしてそうだよね、3秒全体打ち消しが作れんだもんな、やっぱ欲しいな、頑張ろう、どっちか欲しい。はい、小成功もあるしな。はい、頑張りたいと思います。ちょっと別途ね、グマシンガシャの10連引いたのを溜め込んで、はい、どっかでゲットできた時に公開したいなと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。エルゼミキアいいな、ヌラリの超アップが5日か、未だにチケットねえんだな。うん、カンネの3周年がね、ちょっと出ないと、もうすぐ3周年ですよね。一応記録上は1月11日からだから、だけど去年もね、
1月11日からじゃなくてそれなりに前から始まってたと思うので、うん、まあまあまあ3周年ね。今までの感じだとピックアップが来るので、うん、楽しみにしたいなと思います。群馬市のピックアップがね、去年はその1回だけだったっていうね、まさかのまさかのあれだったんですけど、だからチケットね余ってる人は、なんかほんとピックアップ来る時に限ってもう10枚しかないっていうなんか悲しいあれなんだけどはい、頑張っていきたいと思います。なんかあれだね、スゴロクほんと99個以上貯めれるから、なんかごめん、自分はちょっとかなりダラダラしてしまってんな。ミッションはねとりあえずねクリアするようにはしてるんだよ。このでも1日ね逃しちゃった、ラッキーステージクリアするの。なんで普通にやってればね、この50回投げるうちちょいちょいちょいぐらいでラッキーステージね2回ぐらい今回は出てくれるので、まあ長球周回してればだけどね。はい、私ちょっとトイレ行ってるうちに忘れちゃったんだよね、あのラッキーステージやるのそしたらそう終わった後忘れちゃってさ、だから皆さんも気をつけてください。年末年始ミッションもね、1日忘れちゃったんだよな。これもさ、食べ物ご賞とかさ、なんかほんと忘れちゃっててさ、あーなんてね、気づいたら次の日になってたんで、これもね、きちんと頑張りましょう。はい、じゃあ今回こんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、いいなエルゼメキア。いいなぁ。いいね、エルゼメキアね。あと、S ランクはアツガルルでした。今週の。そして、こいつは、孫権だったね。でもこれ今回そうだな、ゲットしたいな。はい、だから、あと6日間、フェスガシャ、グマシの方ね、頑張りたいと思います。はい、じゃあすいません。それではまた次の動画でお会いしましょう。そう、一応ね、貯金のつもり。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。